温大駅は神奈川県横浜市青葉区赤根台にある東急電鉄子供の国線の駅である。駅番号は KD02。当駅は子供の国への交絡客輸送路線であった子供の国線を周辺地域の住宅地下に応じて2000年に通勤線へ改良した際に唯一の中間駅として新設された。施設は横浜高速鉄道が所有し、 島式ホーム一面二線を有する地上駅である。駅舎は通勤線化の際に新設され、自動券売機や自動改札機などが設置されている。通常土器は駅員無配置であり、乗客の問い合わせはインターホンによる対応となる。また筆談用ファックスの設備がある。改札内、外ともトイレは設置されていない。改札外と2階通路。 および2階通路とホームを連絡する2機のエレベーターが設置されている。隣接する東急電鉄長津田車両工場からつながる側線があり、同工場の作業用車両が待機することがある。前後ともが単線になっている駅は東急では当駅しかない。ホーム1日あたり、乗車人員の推移近年の1日平均乗降、乗車人員推移は下記の通り、 開業当時は駅前にトックスが存在した。トックスの閉店後、2004年4月から2012年3月までドッグカフェ、サントラップが営業していた。2017年5月現在はコインパーキングとなっている。ありがとうございます。